上ハラミ。いいなーってごめんね。俺だけ食べてごめんね。焼肉行っておいで。ごめんね。小麦粉。でもさ、緊急事態宣言でしてここやってるからさ、毎日こう起きちゃうな。乾杯。ご飯やめとくか。ご飯は。ご飯勘弁してあるか。あ、冷麺食べる？ほらもうちょっと微妙だもんな。ちょっとぐらい生でもね。冷麺行く？冷麺行こうかな。どうだろうな。食うのが早い、食べるのに夢中になってあんまり喋らないから、どうなんだろうね。一緒に行っても。俺の食べっぷりを目の前で見れるぐらいじゃない？コミュ障だからね。もういいかな。じゃあ乾杯。3杯目。いや平和だよ、平和でね。これは幸せ。みんな皆さんのおかげ本当ありがとうね。ロワンちゃん、前さんどうしたんすか？あの俺今彼女と別れた。あ、元から付き合ってなかったんじゃないっす？うん、そんな強がらないでもいいじゃないですかね。いない方がいいっすよ、女なんて。晒
してたら彼女の顔をなんか分かれるくらいちあらら、ゼロワンチャンス強いね。うわ、1200ナイスもありますわ。すいません、強いな、ゼロワンちゃんは。焼肉食べてるだけで1200ナイスですよ、一人で。うん、俺彼女ができてたのにさっきまで。あ、そうなんす。うん、それ今別れたんだよ。焼肉食べてるだけですよ。俺なのに負けてんの俺。ゼロワンちゃん強いね。もうね、やっぱ来月ちょっとやりますわ、とことん。まあ、来月とか今年ずっとやりますわ、バエさん。ちょっと信州無敵の俺に勝てると思う。ちょっとね、胸借りますよ。ゼロワン、来月から勝負だよ、本当の。来月から、はい、信州無敵、はい、金バエさんに。でも多分体力的にバエさんの方が年なんで潰れちゃうんじゃないです。お酒僕そんな飲まないんでね。そんな、俺も一滴も飲まないよ。いや、飲んでますよね、今日。5月から一滴も飲まないから。あ、そうなんす。うん、バエさん飲まないで喋れるんすか。飲まないで喋れるんすか。喋れるんすか。もうゼロワンも、あの、もう今回敵だからね、マジで、ね、敵ですよ。信州無敵金杯さんにお前喧嘩打ったんだからな。どうなるか覚えてるよ。はい、もっといいっすよ、ガツガツやってね。おい、ガツガツやっていいっすよ。おい、ガツガツもっと。物足りないんだよ。くずいで。全くヘイトも向かないんでね、最近。はい。お前飲食店だからって調子が出てねえじゃねえかよ。おい。調子が出てない。ちょっと恥ずかしいんだろう、お前。恥ずかしくないっすよ。なあ、狂ってんじゃねえよ、小僧。いやいや、ね、恥ずかしい。はい、どうも、お願いします。飲食店だよ、中にいるわ。お願いします。ちょっと恥ずかしく、ちょっと恥ずかしそうに放送してんじゃねえよ、このやる。いやいやね、イライラしたんでね、あの、チワ喧嘩で、しょうもない。情けねえ男だな、それが信州無敵か。おい、金梅さんナイスいくつなんす今。俺1380。わあ、皆さんちょっと負けてるんでナイスください。ゼロワンが嫌いな人は僕にナイスをしてください。皆さん応援してくれる人はナイスください。ゼロワンが嫌いな人はナイスをしてください。僕を応援してくれる人はナイスください。信州無敵。これなんか金ちゃん可愛いとか思ってる人、ただの酔っ払いだからね、気づいた方がいいよ。信州無敵。ただの酔っ払い。ただの酔っ払いが同じこと言ってるだけなんでね、みんな冷静に見た方がいいですよ。ゼロ太郎だよ、お前なんか。ゼロ太郎。もうね、後半3時間ずっと同じ話だから。ゼロ太郎がよ。月蘭もナイスもゼロ太郎なんだよ。うん、金梅さんのおかげですよ。あのゼロ番だから大丈夫とかいう部分でやたらむやみにヘイト向けてくれたから。ゼロ太郎、金梅さんが今の僕を作り上げたんですよ、間違いないね。養分を使って落とし入れようとしたことが今の結果につながってるんで、ありがとうございます。
今度キーマンさんおかげですよ。セロ太郎ちゃん、ゼロ太郎ちゃん、はい、お前は俺には勝てない。前ですか。まあ、あのモンジョリの家、モンジョリの家泊まった次の日以外ずっと勝ってます。ずっと勝ってます。前だから僕は今新世代という活動してるじゃないですか。昔からニコ生から見てる人は金梅さんを支持しても、やっぱり最近ね、ネット始めて 2,3 年とか、やっぱ新世代を応援したい層がいるんですよ。もういつまでもはびこれないですよ、ふんぞり返って。逃げたわ。消えちゃった。泣かした？消えちゃったの。これまた無理してるから。金梅さんっていつからお酒飲んでる？昨日何時から配信してる？ずーっと酒飲みすぎてるじゃん。また体壊れるよ。あ、1300です。ありがとうございます。1500までお願いします。あ、ゲームあるのかな。アセゼリー、あ、うまい。うん、これ全然食べないですよ。本当おすすめだよ。セセリ本当おいしいよ。うん、脂っぽいっていうかね、なんかプニプニして、あと安いからね。うん、鶏肉なんだけど安くて。ああ、マサラさんありがとうございます。ありがとうございます。スーパーのあの精肉店とか行くとね、売ってるんだよ。あ、首なんだ。これ結構美味しいですよ。あ、脂っぽいか。うん、マスで上がってきた。皆さんにちょっとメガホンお願いします。28日までちょっと勝負だから、メガホンお願いします。あの皆さんね、たくさん入ってもありがとうございます。皆さんのおかげでね、こんな美味しいもん食べれるんで。あ、リーちゃんもありがとうございます。皆さんのおかげですよ、本当に。本当皆さんのおかげ。まあ寂しいけど頑張れ。あ、メガホンあります。30個、200個。注文履歴。うん。あ、100個あります。選択してないんですよね。すいません。でも来月、奈々ちゃんとかが入ってくるんじゃない？奈々ちゃんやるんじゃない？そんな気がしない？
あ、50個ありますね、お母さん。あ、ちょっとね、全部食べました。あと、冷麺食べます。綺麗に食べちゃった。あとは、あの冷麺でも、あの普通の冷麺と、あのビビン麺のハーフ&ハーフのやつ食べた。で、現在8820円ですよ。高すぎ。一食8000円、やばいよね。もう24時間やってるから、ホテルから近いんだよ。贅沢ですよ。でホテルそこでしょう。ほらもうこれ来ちゃうよね、24時間だし。どう、これはダメだよ。これちょっとホテル変えないとさ。これはちょっとまずいと思う。でも食に興味ない人っているじゃん。そういう人はこいつバカだなと思うんだ。食に興味ある。俺は食べるの大好きだけど。ない人いるんだよ。アムチンとかってないんだよ。アムチンとかって唐揚げくんだけでもお腹いっぱいになっちゃう。ありすぎてやばい。やっぱ俺たちは何も気にせず食べよう。大丈夫、俺も一緒だから。みんなと一緒ね。好きなもん食べてストレス発散しようね。男も女も仲間だよ。こっち側おいで。ダイエットせんでいいよ。うん、俺みたいなこのデブでも彼女できるし、あの毛深くてクズでも大丈夫。見た目じゃなくて気持ちでつながろうぜ。俺は30歳からネットを始めて、ただの現場上がりだけど、みんなに夢を見させるために成長する。もうそのうち YouTube も行くから。